か。ったく、時間食っちまった。手間取らせやがって。さあやろう。後悔する。しばらく寝てろ。あいつは…くそ、なんでだ。おい。ん？あ、あんたはあの時の…まさかここでも旗迷惑なことをしてるんじゃないだろうな。失礼な。僕はクリエイティブ活動をしているんです。なのに…くそ、渾身のバス線の剛速球を体で受け止めてみた。もう全然伸びない。お前が自分をどう思っているかは知らねえが、お前のやってることはただの迷惑だ。のし上がりたい、名を上げたいって気持ちはわかるが、手段を間違えるな。お説教はたくさんです。次だ、次こそ僕は。やれやれ。時間食っちまった。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。こんな神っぺらごときでギャーギャーうるせえよ。おいオタク、こんなん買ってねえで俺たちに寄付しろよ。まだ持ってんだろ。返して。うっせえな。いいからさっさと財布出せや。おい待て。なんだてめえは。なああんた。え、僕ですか。ああ、あんた沢村遥は好きか。え、は何言ってんだこいつ。どうなんだ。ええ大ファンですけど。そうか。何言ってんのおじさん。お前らには気の毒だが、はるかのファンは大事にしねえとな。はあ、意味わかんねえ。どうでもいいわ。じゃまとめてお財布ゲットといきますか。はい、助けていただいてありがとうございました。これお前の大事なもんだろ。あ、それはあなたに差し上げます。助けていただいたお礼です。何、多分ですけどあなたもはるかちゃんのファンなんですよね。さっき僕にファンなのかって聞いた時の顔を見てなんとなく分かりました。それにさっきあいつらと戦う姿がかっこよくて、だからもらってください。きっとその方がこのプロマイドも幸せです。そうか、ファンってのは不思議なもんだな。そうですね。それにはるかちゃんのファンを見つけられてちょっと嬉しいんです。最近はファンを公言しにくくなってるから。あんたもずっとはるかちゃんを応援してきたのか。ええ、もちろん。あのラストライブも僕は会場の日本ドームにいたんですよ。マスコミはヤクザの娘とかファンを裏切ったなんて言ってますけど、僕からしたら裏切られたなんて思ってません。はるかちゃんの歌からもらった勇気や元気は本物だし、誰にだって事情はあるものですから、いつかまたはるかちゃんがステージに立つ日が来たらまた全力で応援するつもりですよ。そうか、思ったよりも幸せ者なのかもな、はるか。え、
いや、何でもない。ありがとうな。こちらこそ、助けていただいてありがとうございました。よし、早く綾香に持って行ってやろう。公園にいるはずだったな。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。行くか。ありがとうございました。強そうだな。ガンのか。時間食っちまった。しばらく寝てろ。殺すぞこれ。なんだ、つけがなってね。ったく、時間食っちまった。
てめえ。後悔する。時間食っちまった。誕生日プレゼントだ。あーすごーい、綺麗な写真。おじさんありがとう。大事にするんだぜ。一生の宝物にするよ。嬉しいな。早く帰って飾らなきゃ。バイバイおじさん、本当にありがとう。ああ気をつけて帰るんだぞ。喜んでもらえたようだな。頑張って探した甲斐があったぜ。このボケ、バレバレのイカ様しやがって。許してください。あんた、助けて、お願い。ちゃっかり撮影してるみたいじゃねえか。今度こそ再生数とやらが増えていいんじゃねえか。もういい、そういうのもいいですから、お願い、助けて。
今まで取ったやつを全部消してもうこの町には寄りつくな。約束できるか？します、約束しますから、助けて。しょうがねえ、待ってろ。助かってるじゃねえか。ああ、すみませんね、騒がせちまったみたいで。ちょっと気を据えただけですよ。そうか。いや、こっちこそ邪魔したな。取れてるぞ。ヤクザに宙吊りにされてる僕、すごい。すごい迫力だ。これは伸びる。今度こそ伸びるぞ。おい、さっきの約束はどうした？はあ？別にあんたに助けてもらってないし。お兄さん、悪いこと言わないからそれ消しなさい。嫌だね。これアップすれば1万、いや、ひょっとして100万再生いくんじゃないか。やった、ついに来たぞ、筒井くんチャンネルブレイクの時。俺からも言うぞ、お前それを消せ。嫌だって言ってんだろ。なんだお前ら、僕が妬ましいんだろ。ちょうどいいや、このヤクザを怒らせて宙吊りにされていたの次回作は、逆ギレしてきたヤクザ約2人を返り討ちにしてみただ。我慢の限界だ。俺からもみっちりお灸を据えて。どうだ、いい絵は撮れたか？ただ、残念なことに、そのデータはこの場で消してもらう。いいね？ちくしょう。ただ代わりに、いいネタを提供してやる。え、本当ですか？ああ、お題はこうだ。旗迷惑なガキが、これまでの行いを謝罪してみた。さあ始めろ。そりゃいいや、伸びるよきっと。そんなこれだけ危ない目にあって最後はこんなオチなんて、もう動画投稿はゴリゴリだ。手段を間違えるなって言っただろうが、バカ野郎。悪いな、待たせたか。桐生の兄貴、すんません。頭、しこたま飲んじまって。これでも達川のこと、可愛がってたんすよね。俺だって酔いたかったのに、先に酔っ払われちゃいましたよ。ああ、まあ。お前らの気持ちは分かってるんだが、
5万だぞ、その酒は一本5万はする酒だ。ちょ、え、それじゃ50万。だからもうやめた方がいいって言ったのに。頭、ちょっと起きろよ。おい、なんじゃ。ユータ踊れ、なんでもっと早よ止めんのじゃ、バカだれ。立つかなんぞのために50万も。まあつけにしてもらったんすから、後でなんとかするしかないでしょう。それより今はアジア街のことですね、え桐生の兄貴。ああ、もう目は覚めたのか、南雲。当たり前じゃい。これから殴り込みっちゅう時にいつまでも寝ぼけとるわしやなあですわ。しかし韓国人のホストとやりようたと思うたら、今度は中国マフィアのアジトに殴り込みとは。ええですな、兄貴は。毎度喧嘩の種がようけ転がっとりますわ。けどその連中、達川はあんな殺し方した組織なんすよね。こっそり忍び込むっつっても本当に大丈夫なんすか。バカだれ、我は何しにカムロ町を組んだる目で出てきたんじゃ。こういう時のために体張りに来たんじゃろうが。あ、いや無理はしなくていい。確かに命がけだ。相手は殺しをへとも思ってねえ連中だからな。ほいじゃけど、わしらにとっても達川の弔い合戦ですけ。お前もええ加減腹くくれや、ユタ。へいへい、キリュウの兄貴、それじゃもう出るんだ。そうだな、そろそろアジア街に行こう。おっしゃ、地獄の果てまでお供しますわ、キリュウの兄貴。
いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。